皆さんこんにちは、クラシックギタリストの小暮博です。今日はですね、トレモロの奏法解説とその練習方法をご紹介したいと思います。トレモロは有名なアルハンブラの思い出に代表されるように、このようにですね、右手で同じ弦を弾くことによってこのような効果を得る奏法のことを言います。この動画ではその解説と毎日の練習方法をご紹介していきたいと思います。では早速行ってみましょう。トレモロには右手の小指以外のこの4本の指を使います。親指、薬指、中指、人差し指、 P、A、M、I の順番で、弾いていくんですけれども、親指以外の3本の指は同じ弦を弾いています。例えばアルハンブラの思い出の冒頭、このように A、M、I は同じ2弦を弾いています。となります。ここでトレモロが上手に弾けるようになるための3つのポイントをご紹介したいと思います。まず1つ目は、すべての指が遅れずにリズム通りに演奏できるようになること。2つ目が、特に AMI ですね、音質をなるべく同じようにすること。そして最後3つ目が、AMI の音量もなるべく揃えるようにすることです。では順を追って解説していきますと、まず1番目の指が遅れないということですね。これはこのような感じでリズムが不均等にならずに、なるべく綺麗なツタタタツタタタというこのリズムを守るように練習してみてください。次に2つ目 AMI の音質に気をつけるということですね。 A を弾くときとM を弾くとき、I を弾くとき、この3つがなるべく同じような音質で出せるようにしましょう。これがどれか1つの指がキンキンしたりですね、そういった場合は爪に原因があることがあると思いますので、なるべく綺麗に安って3つの指が同じような音が出るように調整してみてください。そして最後、AMI の音量も均一にするということですね。今これ I だけにアクセントがついてしまっている状態ですけども、こういうのをなくしてなるべく同じような音量で弾けるようにします。ではこれらができるようになるための練習方法を実際に見てみましょう。では右手の安定したフォームを作るための基本的な練習から入りたいと思います。PIMA4 本の全ての指をここでは2弦に置いてみたいと思います。トレモロの練習をする際に1弦をね使うこともあるかと思うんですけれども、1弦の場合はこのように大きな動きでも比較的弾けてしまうので、この動画では2弦を使って、初めからリラックスしてコンパクトなフォームを目指したいと思います。でこの4本を乗せる時の注意点なんですけれども、それぞれの指が離れすぎず近すぎずですね。特に人差し指と親指がこれ近すぎると弾けませんし、遠すぎてもねこうやって弾きにくいので、私の場合はこのぐらいかな。人差し指も弾けるし親指も弾ける、このような位置に、セットしてみてください。でこのポジションが見つかったら、一度離して手をリラックスさせてあげます。そして2弦にまた乗せた時に先ほどのポジションになっていることを確認します。でまたリラックスします。で先ほどのフォームでこのように乗せます。離してこうですね、離してこう、いつでもこのポジションに戻れるように右手がこの形を覚えられるようになるといいと思います。ではこのフォームが覚えられたらスタッカート練習から入りたいと思います。右手の弾く順番は親指、薬指、中指、人差し指、これがトレモロの順番になっています。親指を弾いた後にですね、同じ弦を薬指、これを乗せることによってこの親指の音をこう切るんですね。このような感じで切ります。そして次薬指弾いたら、次中指がまた2弦に乗っかってこの音を切ります。でこれを続けて次中指弾いたら I の指を乗せる、このような感じですね。でこれを続けます。こうです。次の指が同じ弦に触ることによってこの弦をスタッカートさせている状態ですね。
な感じです。最初はこのぐらいのスピードでいいので、確実に次の指が2弦に乗っかるようにしてください。こうですね、こうです。で、慣れてきたら、少しずつ速くしていきます。こんな感じですね。この時に音質も揃えるように注意をしてみてください。こうですね。もうちょっと速く弾くとこんな感じになります。こうですね。こんな感じですね。この練習はトレモロの速度や正確性を上げるためにとても重要な練習になってきます。というのも、次に弾くべき、ね、指が必ず同じ弦に来ていれば、この回転数も上げることができますし、他の弦を弾く確率も少なくなる、ミスが少なくなるということですね。なので、できるようになるまで時間がかかってもいいので何度も練習してみてください。で、この練習ではリラックスを心がけるために、最初はピアニッシモで弾いてみるのがいいんじゃないかなと思います。こんな感じですね。で、慣れてくると自然と音量と速度が上がってくるようになるので、最初はなるべく脱力を意識して練習するようにしてください。で、必要に応じてメトロノームを使って練習することもいいかなというふうに思いますが、例えばこれ60で、これを16分音符で鳴らしているような感じですね。で、こんな感じでできるようになってきたら、だんだんとテンポを上げていくような練習をしていくといいと思います。で、だんだんと上げていきます。今これ例えば100ですね。ここぐらいまでできるとだんだんトレモロがね、様になってくるかなと思いますが、このような感じでなるべく速度も上げていくということを目指してみてください。では次に各指の音量がコントロールできるようになるための練習をしていきたいと思います。こちらに楽譜を用意しましたが、任意の指だけアクセントをつけて練習するという方法ですね。この練習では P にアクセント、こんな感じですね。で、なるべく、アクセント以外の指は先ほどと同じようにピアニッシモを心がけると、リラックスを心がけます。こうですね。で、親指ができたら次は A の指だけアクセントをつけます。こうですね、こうですね。次に M だけですね。こうです。こうですね。できたら次 I の指だけアクセント、こんな感じです。で、アクセントの指なんですけれども、その時はですね、弦を少し表面板の方に押して一気に解放するようなイメージですね。こうです。で、この練習は各指の音量のコントロールをできるようになるための練習ですので、あまり速度は出さなくていいんじゃないかなというふうに思います。で、これを続けてやってみますとこのようになります。まずは親指から、次薬指、次中指、最後人差し指、このような感じでですね、思ったところがアクセントがつけられるようになるということができるように、何度も練習してみてください。次に各指の速度を均一にするための練習をしていきたいと思います。リズムが崩れてしまう場合の原因はですね、次の指がしっかりと準備できてないことが原因だと思いますので、この練習で矯正をしていきます。楽譜を出しましたけれども、このような感じで不転と急速な3連符に分けて練習していきます。で、これ全ての組み合わせでやります。 I から始めるパターンだと、こうで
ですね。 M から始めるパターンだと、A から始めるパターン、こうですね。で、3拍子でも弾いてみるといいと思います。こういったパターン、次がですね、リズムを急速な部分を作ることによって、準備の速度を速くするという目的があります。そして今度は連続して素早いスピードが出せるようになるためにこのような練習をしています。で、これができたら1個ずつ増やしていきます。そしてこんなような感じですね。はい、ここまでできたら大体トレモロが手に馴染んできているかなというふうに思います。では最後、実際のパターンを使って練習していきましょう。では最後にアルハンブラの思い出を例に出しながら右手だけを練習していきたいと思いますけれども、右手だけだとこのようになります。で、このような形なんですけれども、注意するべきことは親指が、弦が変わりますが AMI はずっと2弦を弾いています。なので AMI が2弦からずれないように最初にやったこのスタッカートの感覚を忘れないでこのように弾けるように練習してみてください。そして親指が、結構重要で、親指、例えば最初5弦を弾いた後に次4弦に行きますね。この時に弾き終わったらすぐ4弦を押さえて、このように次の弾くべき弦をですね、こんな感じで、これも最初のスタッカートの練習と同じような感覚なんですけれども、弾き終わった後に次の弦をしっかりとセットする、これがとても重要な動きになります。これを心がけて練習してみてください。で、ここまでできたら最後にやっと左手がついて実際に曲が弾けるようになってきます。ゆっくりから弾いてみますね。こんな感じで練習をしていきましょう。で、この時にやはり最初にやったスタッカートの感覚ですとか、脱力を忘れないように練習できるといいと思います。初めはゆっくりからやってだんだんと慣れてきたら速度が上がってくるようになりますね。まあ、こんな感じですね。はい、トレモロの練習方法はね、他にもありますけれども、今回の内容がうまくできるようになる頃には右手にですね、自然とトレモロの感覚がついてくるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ諦めずに頑張ってみてください。この動画が役に立ったという方はぜひ高評価のボタンを押していただけると嬉しいです。またこのチャンネルではクラシックギターを弾く上で皆さんの役に立つ情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もしていただけると嬉しいです。では次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。